ただいま、議長のお許しをいただきましたので、総括方式にて4点質問させていただきます。2024年に国民スポーツ大会、滋賀大会が開催され、本市では、軟式野球、青年男子、バレーボール、少年女子、ソフトボール、少年女子、サッカー、少年男子の 4種目の競技が行われることになっています。それに向けて、各競技団体の視察を受け、それぞれの競技団体から、会場施設についての要望や指摘があったと聞いております。そこで質問です。総合政策部長にお伺いします。まず1点目は、 軟式野球についてです。市民球場が会場になるわけですが、グランドの土や芝の整備が必要かと思われますが、いかがお考えでしょうか。また、競技連盟からは、ナイター照明を設置してほしいとの要望があったと認識、認識していますが、それに対しては、 どのように対応していこうとお考えでしょうか。二点目はバレーボールについてです。体育館の整備については、どのように対応していこうとお考えでしょうか。また、たくさんのチームが集まりますが、広域スペースや会議室は確保できるのでしょうか。 3点目はソフトボールについてです。1つ目はソフトボール場についてです。ソフトボール場の改修等が必要になってくるのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。2つ目は市民運動公園についてです。 スポーツ少年団の活動などで、よく市民運動公園は使わせてもらっていますが、近年、水はけの悪さが目立ち、雨の日の翌日などには使いづらい状況です。国民スポーツ大会に向けて、再整備する必要があるように思いますが、いかがお考えでしょうか。 三つ目は、行為スペースについてです。ソフトボール上には行為スペースがありません。どのように対応していこうとお考えなのでしょうか。四つ目は、競技役員等の控え室や会議室についてです。ソフトボール上には会議室等がありません。 どのようにして確保しようと考えておられるのでしょうか。四点目はサッカーについてです。一つ目は天然芝コートの確保についてです。ビッグレイクが会場になりますが、天然芝コートは一面しかありません。少年の部では準々決勝以降は、 天然芝コートで試合することが規定されており天然芝コートが2面必要です。もう1面の天然芝コートの確保についてはいかがお考えでしょうか。二つ目は選手や補助役員の行為スペースについてです。ビッグレイクのクラブハウスにはロッカールームはありますがとても足りません。 どのようにして確保されるのでしょうか。三つ目は、競技役員等の控え室や会議室についてです。クラブハウス内の会議室等だけではとても足りません。どのように対応していこうとお考えなのでしょうか。四つ目は、観客席についてです。試合会場には、 観客席が必要です。B コートには、B コート以外には観客席がありませんが、どのように対応していこうとお考えでしょうか。五つ目は駐車場についてです。ビッグレイクには駐車場がありますが、大きな大会になると駐車場が満杯になり、周辺住民の方に 迷惑をかけることもあるやに聞いております国民スポーツ大会には大変多くの方が来られます以前視察した福井県では広い駐車場を確保しておられました駐車スペースの確保についてはいかがお考えでしょうか 総合政策部長。はい、長それでは、石田議員のえ国民スポーツ大会の施設整備等につきまして、4協議11点のご質問にお答えをいたします。 まず1つ目の軟式野球の競技会場となります市民球場の整備についてでございます昨年度中央競技団体の視察を受けグランドのグランドや芝の状況も含めまして確認をしていただき特に整備が必要な箇所の指摘はございませんでした内退証明の設置につきましては設置が望ましいと通知を受けておりますが 内田証明につきましては大会実施の必須条件にはなっておりませんので現時点では整備する考えは有しておりません次に2つ目のご質問バレーボールの競技会場となる市民体育館の整備についてお答えをいたします昨年度中央競技団体の視察の結果主なものといたしましては 天井部の車高対策や照明の照度明るさの確保床フロアの研磨の3点につきまして指摘を受けたところでございますそのうち天井部の車高対策につきましては市民体育館屋上防水改修工事に合わせまして今年度実施をいたしました また、大会競技時の実施本部や審判員、競技役員の控室、並びに選手の更衣室等につきましては、施設内の会議室や多目的アリーナでの確保に加えまして、必要に応じまして、敷地内のところで仮設テントを設置することで、競技を進めているところでございます。 次に3つ目のソフトボール競技に関しますご質問のうち1点目ソフトボール競技の会場となりますソフトボール場の改修につきましてお答えをいたします中央競技団体からは防球ネットの整備や一塁側三塁側の観客席の設置につきまして指摘事項に加えましてナイター照明設備の照度明るさを増量することが 望ままとの通知を受けております。ソフトボール場につきましては、大規模な施設改修が必要となってまいりますので、事業内容やスケジュール、また費用等の整備計画を、令和2年度中にはまとめていく必要があると考えてございます。2点目のソフトボール競技会場となる市民運動公園の整備につきましてでございます。 中国競技団体からは水波形をよくするための土壌改良の実施について要望事項という形で受理をいたしております視察後県ソフトボール協会等と協議を進め本市で開催するソフトボール軟式野球の競技日程の調整によりましてソフトボール競技の市民球場の併用利用が可能となるためスポーツ広場は 競技会場としては使用しない方向で現在調整をいたしておりますなおスポーツ広場につきましては両競技の練習場としての利用を考えておりその場合グラウンド改修等は必要ないものと考えてございます3点目のソフトボール競技会場の更衣室の確保につきましては競技団体との協議により現時点では市民体育館等の更衣室の使用を考えております 4点目、ソフトボール競技会場の競技役員の控え室、並びに会議室等につきましては、現在のところ、市民球場の会議室、並びに市民体育館の会議室等を使用する予定で、競技団体と協議をいたしております。次に4つ目、サッカー競技,競技に関しましてでございます。 まず1点目のサッカー競技会場の天然芝コートの確保につきましては、これまでから議会の方にもご説明をしておりますとおり、中央競技団体の視察におきまして、大会開催の日程上、準々決勝時に1日1面で4試合を開催しなければならない状況にあるため、天然芝のグラウンドが2面必要であるとの指摘を受けてございます。 これまで市内の民間競技施設の利用を等を含めた検討、調整を図る中、昨年の11月には、本市と滋賀県、並びに県サッカー協会の3社によりまして、サッカー競技の実施主,主体者であります日本サッカー協会に出向きまして、市内にある民間施設が所有する競技施設での実施や、人工芝グランドでの競技の弾力的開催、 などにつきましてて要望をさせていたただきましたしかしながら民間の競技施設につきましては国民体育大会サッカー競技施設ガイドラインに合致はせず現状での大会実施は困難との回答でありましたそうした中でサッカー競技におきましては森山氏が少年男子大津氏が少年女子を東近江氏が 青年男子を担当することとなっておりますが、各種の競技会場をお互いに融通し合うことも含めまして、改めまして、滋賀県並びに関係する3市と県サッカー協会とで検討を行っているところでございます。 次に2点目のサッカー競技会場の選手や補助役員の更衣室の確保につきましては現在のところ仮設テント等を整備する方向で競技団体と協議を進めております3点目ですサッカー競技会場の競技役員等の控え室、会議室の確保につきましてはビッグレイクのクラブハウス施設を有効活用してまいります4点目サッカー競技会場の観客席 ののの対対応応にににつきまましてては他県の大会実施方法を参考考スタンドの整備などによる対応で考えております最後にサッカー競技会場に関します5点目、駐車場の確保につきましては近隣の公共施設駐車場を活用し会場までのシャトルバス運行による対応や安川洪水時期を駐車場整備するなどの対応を考えているところでございます。 以上答弁といたします。10番石田製造君よろしいですか。はい以上、はい、10番石田製造君え。ご答弁ありがとうございます。えー 五つの項目について再度質問をさせていただきます。一つ目です。バレーボール競技の会場の件ですが、天井部の遮光対策はすでに実施されているということですが、照度の確保や床の方についてはどのように対応しようとお考えなのでしょうか。二つ目です。 ソフトボール上のことです。練習会場として使用するとのことでありましたが、まあ、練習会場といえども、まあ、使用するのでありますので、やっぱり他の人が来て使ってくださるのに使いやすいように多少の整備は必要だと思いますが、いかがお考えでしょうか。三つ目です。 ソフトボール競技会場の、えー、競技役員や、えぇ、ー、後室等の関係ですが、え二、ー、つ競技があって、その日程調整をするのでも結構難しいのに、まぁ、あ、三つの競技があったら日程調整は大変だと思いますが、他の対応策は考えなくても良いのでしょうか。四つ目です。 天然芝コートについてです。サッカーの天然芝コートについてです。人工芝ピッチは1回戦と2回戦の2日間しか使えませんが、天然芝コートを整備すれば、まあ、3日間は使えます。今ある天然芝コートも休ませながら使えて痛みも少ないと思います。 やはり天然芝コートを整備することも考えてもらう方がいいのではないかと思いますが、どうでしょうか。最後、五 <laughs> つ目です、えー。サッカーの競技会場の競技役員等の控え室や会議室の確保は、ビグレイク内の施設で、えー 有効利用を考えているというご回答でしたが、施設内だけでは十分に確保しきれないことも懸念されます。近くにある埋蔵文化財センターの施設等も借用して有効に活用させてもらうと良いのではないかと考えますが、いかがでしょうか。以上、5つの項目についてご返答をお願いします。 総合政策部長、それではあ、再度のご質問でございます、えー、5点で、えー、まずう1点目でございます、えー、バロエーボールの競技におきまして、市民体育館、えー、と照度の明るさの確保、またあの床の研磨等につきまして、どうするのということでございます。えー、照度のおーおー明るさ の確保につきましては電球を LED の照,、D、の照明設備の方に交換して対応できればなということで詳しく検討を進めてまいりたいと考えておりますまた床の部分につきましては現在の床の状況を見てみますと行って研磨することで選手の 安全なプレーが確保でき,るできるということで、競技団体との調整を済ませております。次に2点目です、ソフトボール競技におきまして、まあ、あの練習場とはいえ、市民運動公園、グラウンドの方の整備につきまして、考えたらどうかということでございます。練習場の整備に対しましまて、あの 競技場の施設整備、あの、一定補助は出ることとなってはおりますが、あくまでも、あの、競技大会の施設ということで、練習場に対しましての整備補助はございません。まあ、そうした中で、現在は、ああ、まあ、あの、その費用、ともかかってまいりますことから、現時点でのグラウンドの整備というのは、現時点ではあの考えてはおりません。そして、えー、3点目の、 ソフトボールの競技で、他のバレーボール、またあの軟式野球との日程調整が本当にできるのかというふうなことでございます。県の方の担当部署、国スポ、小スポ大会課でございますが、そちらからは、一定、競技日程の調整は可能というふうなことで伺っておりますので、な、ま、ん、あ、とかそれで対応していきたいというふうに考えてございます。 えー、4点目につきまして、サッカー競技におけまして、やはり、まあ、あの少年サッカーの大会をスムーズに行っていく上では、天然芝コートの整備というような部分がやはり必要なのではということでございます。ただあのもう一面の天然芝コートを整備する ことに対しましては、やはり、えー、大きな用地の確保、またあの事業費等も要することとなります、まあ、そうした、まあ、ハードルを考えますと、単に国民スポーツ大会のみで、えーまあ、その部分で整備していくというような部分は、なかなか難しいのかなというふうなあ考えでおります、まああの、先にご答弁を申し上げましたとおり、えー、他の競技会場での開催の可能性を、現時点では模索してい ているところでございます。最後サッカー競技に関しまして、ま、あのいろんなあの控え室等の確保が出てこようということで、近接に埋蔵物文化財センターあの講義施設もあるということでございます当然ながら、あの教育委員会文化財保護課が所管をいたしておりますが、あ、十分に調整をいたしまして。まあの利用化。 利用していくような環境を整えてまいりたいと考えております。以上答弁いたします。石澤製造君よろしいですか。ありがとうございます。